2020年、東京都渋谷区のバス停で一人の女性が突如頭部を殴られ命を落としました。自分で人生を切り開こうと奮闘していた女性と変化を受け入れられない母親依存の男の間で起きた悲しい事件について追っていきます。事件は2020年11月16日早朝5時5分頃、東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目の幡ヶ谷原町バス停で女性が倒れているとの通報が寄せられたことで発覚しました。すぐに救急隊が駆けつけましたが、すでに女性に意識はなく、搬送先の病院で息を引き取ったことが確認されました。原因は頭部を強く打ったことによる外傷性くも膜下出血であったそうです。警察は女性が倒れた原因を探るべく、すぐに付近の防犯カメラの映像を確認していきました。するとそこにはなんと女性が通りかかった男に袋のようなもので殴られる様子が映っていたのです。女性の頭部に残されていた傷と死因からも、この防犯カメラに映っていた男の理不尽な行動が影響したことが容易に想像されました。そこで警察は被害者の女性の身元を特定すると同時に、傷害致死の容疑でこの男を確保すべく捜査を開始しています。ただ女性の身元特定には時間を要し、ようやく特定ができたのは3日後のことでありました。被害者は住所不定の64歳大賀谷美佐子さんで、最近は路上生活をしていた女性であったことが確認されました。そして加害者の男は現場から徒歩10分ほどの距離に住む酒店勤務の46歳吉田和人であることも判明しました。ただ警察が吉田をマークし始めた直後の11月21日、事件は動きを見せました。21日の早朝3時ごろ、吉田は80歳の母親に連れられて近くの交番に出頭してきたのです。ただ当時交番には警察官が不在であったため、母親は管轄の代々木警察署に電話をし、次のように告げていました。あの事件は息子が起こしました。息子はあんな大事になるとは思わなかった。お母さんごめんなさいと言っています。46歳の当事者の吉田が説明するのではなく、なぜか高齢の母親が息子の話を代弁していたそうです。こうして事件発覚から5日目に吉田は傷害致死の疑いで逮捕されました。地元に住む吉田と路上生活を送っていた大林さんに一見したところつながりはありません。それなのになぜこのような悲劇が起きてしまったのでしょうか。逮捕された吉田は終戦直後から酒屋を営んでいる地元の名士の家に生まれました。祖父母の代から始めたこの酒屋以外にもマンションやアパートも所有していたようで、資産家の子供として裕福な家庭で育ったようです。そのため生活に不自由することはありませんでしたが、中学生の時には両親も心配する一つの壁にぶつかっていました。吉田は不登校になり引きこもるようになったのです。コミュニケーションを取ることを苦手としていて、学校生活から少し距離を置く時期が必要であったのです。ただ吉田はそのままずっと引きこもり続けていたわけではありません。20代で一度就職し、家族以外の人と関わりを持って仕事に向き合っていたのです。ところがその仕事は長続きせず、吉田は退職する道を選びました。この結論に至った理由は精神的に病んでしまったことが原因であるようです。こうして外との関わりがなくなり、再び引きこもり生活を送ることとなったのです。両親の支えもあって吉田は生活に困窮することはありませんでしたが、目標や生きがいがない日々が過ぎていくだけでありました。その生活の中で吉田の心の隙間を埋めていたのは競馬と洋楽ハードロックであったそうです。ただこうした好きなものをきっかけに仲間を探すということはせず、吉田は一人のままでした。スマートフォンが普及していく中で吉田が所持していたのはいわゆるガラケーであり、 SNS はもちろんネット情報についても遮断していました。世の中の流行や最新の社会状況など今の世間を積極的に知ろうとはしないまま生きていたようです。吉田の父親は息子が引きこもり気味であること、コミュニケーションが苦手であることを周囲に打ち明けていました。息子の今後を不安に思っていたのかもしれません。結局すぐにその状況を改善することはできませんでしたが、事件の起きる4年から5年ほど前からは少しずつ吉田に変化が出始めていました。自宅マンションの1階で営む酒店の配達を手伝うようになったのです。昔からの常連への配達業務でわずかながら社会との接点を持つようになりました。そして吉田が競馬好きだと知った人たちがどの馬が勝ちそうなどと聞くと、後日競馬新聞を持ってこの馬かなと嬉しそうに会話を交わすこともあったそうです。
ところが両親の息子の将来に対する不安が少し和らいできたと思った2017年7月、吉田の父親が他界しました。この父親との別れは吉田に新たな変化をもたらすこととなりました。同居する母親への偏愛を強めていったのです。父親の他界後、吉田は何をするにも母親と一緒でありました。ある日、常連客が酒の配達について、吉田から明日は配達できませんと言われたため、その理由を聞いたことがありました。吉田はその理由について、お母さんと一緒に町内会の旅行に行くからと答えていたといいます。また母親の作る料理が自慢なのか、昼食や夕飯に何を作ってくれたかを話してくることも多かったようです。母親は膝を悪くしており、通院する際は吉田が付き添うこともありました。息子として母親を助けて守るという意識を持っているように周囲には映っていたようです。ただ母親に対する気持ちが過剰なのか、異様なほどべったりしていると見られていたのも確かでありました。このため周囲からマザコン気味という印象を持たれてもいましたが、そのことが原因で周囲に迷惑をかけるわけではありません。さらにはボランティアで町のゴミ拾いをするという一面もあり、吉田のことを母親思いで真面目な人間として捉える人もいました。こういった普段の振る舞いもあり、吉田に対して比較的ポジティブに捉えられる言動だけが向けられるのなら良かったのですが、実は別の評判も存在していました。町内では吉田のことをクレーマーとして見ている人もいたのです。近隣住民が自宅にパラボラアンテナを設置したとき、また別の住民が自宅のガレージにシャッターを取り付けたとき、吉田はクレーマーとなっていたのです。パラボラアンテナもガレージのシャッターもそれぞれの住民の家でのことであり、吉田の家に何か被害が出たわけではありません。しかし吉田はこの住民たちの家に怒鳴り込んできたというのです。パラボラアンテナを設置した住民には、自宅のバルコニーから見える世界が自分のすべて、景色が変わってストレスだと苦情を言いに来たといいます。そしてガレージにシャッターを取り付けた住民に対しては、勝手に外観を変えないでくれる、うちの窓から見える景色が僕の全世界なんですよと話したのです。つまり吉田の自宅窓から見える景観が変わることを吉田は良しとせず、対象の近隣住民のところに怒鳴り込んできたというのです。とにかく吉田は変化というものに敏感で、普遍を求めていたのかもしれません。自分の中で定めているルールやルーティーンが乱された瞬間、吉田には急にスイッチが入るのです。自分のそばには母親がいて、窓から見える景色もいつも同じでなければならない。またまだ暗い時間帯である、毎朝早朝3時から4時にかけて行う近所の散歩も習慣となっていました。これらは吉田が自身に課したルールであり、ルーティーンでありました。ただこのルーティーンとなっていた散歩が後に事件を引き起こすきっかけとなってしまうのです。吉田の散歩するエリアにあったのが、悲劇の現場となる幡ヶ谷原町バス停でした。このバス停は京王線の幡ヶ谷駅と笹塚駅からそれぞれ数百メートル離れたほぼ中間地点にありました。国道20号線である甲州街道沿いに位置していて、周囲にはマンションやオフィスビルが立ち並んでおり、昼間なら車も通行人も多く見られます。ただ深夜や早朝はさすがに人通りもまばらになり、交通量も少なくなります。最終バスも出た後の深夜、バス停利用者もいなくなったこの深夜の時間帯から始発便の頃まで、このバス停で身を休めていたのが大林さんでありました。大林さんがどのような経緯でこのバス停にたどり着いたのかは不明ですが、近隣住民らによると、大林さんをバス停で見かけるようになったのは事件の起きた年の春頃からであったそうです。おかっぱ頭で150センチほどの身長、キャリーケースを持って深夜に来て、ベンチに座って仮眠をして、始発便が来る前に新宿方面に向けて立ち去る。大林さんは毎日そんな生活を繰り返していました。ただその体を休めるベンチは奥行き20センチ、幅90センチほどの非常に小さなもので、真ん中には肘掛けがあるので寝そべることもできません。そんな小さなベンチに腰掛けるようにして、キャリーケースを横に置いて、大林さんは毎日体を休めていました。毎日バス停で過ごしていたとはいえ、人のいない時間帯を見計らっていたためか、住民や通行人とトラブルになることもなかったそうです。むしろ事件発覚時もですが、大林さんは路上生活者とは思えないほど綺麗な身なりをしていたといいます。生活に苦労しながらも人に迷惑をかけまいと気高く生きていたのです。そんな大林さんは広島県広島市で生まれ育ちました。
2歳違いの弟から見ても、大林さんは活発で前向きな性格で、誰にも笑顔で接することもできる強い女性であったそうです。高校生の頃には友人たちからミッキーという愛称で呼ばれており、当時の夢は声優になることだと語っていたといいます。その後、将来の夢が声優からアナウンサーへと変わった大林さんですが、女優も視野に入れていたのか、市内の短期大学在学中の1977年春に劇団に入っていました。アナウンサーの養成教室にも通いつつ、週3回の劇団の練習や合宿にも参加していたといいます。短大卒業後に始めた仕事は結婚式場の司会業で3年ほど勤めていたそうです。夢とは少し違う仕事ですが、やはり人前で話をして伝える、表現するということが好きであったことがよくわかります。さらには劇団にも所属し続け、ミュージカルや舞台に立ち続けていました。そんな大林さんに転機が訪れたのは27歳の時でした。結婚を機に夫と共に上京することになったため、広島を離れることが決まったのです。しかし、上京をしての幸せな結婚生活はあっという間に終わりを告げました。先に上京していた弟のもとに突如大林さんから自宅に泊めてほしいとの連絡が入ったのです。大林さんは夫からの DV に耐えかね、弟のところに一旦身を寄せたのです。5日間ほど寝泊まりした後、大林さんは広島の実家へと帰っていきました。離婚はその翌年となりましたが、結婚生活はわずか1年余りという短いものでありました。しかし大林さんはこの離婚を経験した後、再び上京を決断します。今度はコンピューター関連の仕事に就き、かつて思い描いていた夢とは違う人生を歩み始めたのです。新たな出会いがあったかは分かりませんが、大林さんは再婚することなくずっと自立し、一人暮らしを続けていました。地元の広島に帰ることも離婚後に上京して以降は一度もありませんでした。弟と直接会う機会も年月が経過するほどなくなっていき、40歳を過ぎた頃には会うことはほとんどなくなっていました。たまに電話はするものの、大林さんはうまくやっていると答えるだけで、その時の仕事や暮らしぶりについて詳しく語ることはありませんでした。その電話にも次第に出なくなり、弟とは疎遠になっていったそうです。唯一2人をつないでいたのは、毎年12月に大林さんが送るクリスマスカードでありました。弟と実家にいる母親にとって、このクリスマスカードに書かれた短いメッセージだけが、大林さんが無事に暮らしていることを知る手段となっていたのです。また弟だけでなく、地元広島に住む同級生にもクリスマスカードだけは毎年送っていたようです。しかしこのクリスマスカードも、事件が起きる4年前の2017年を最後に届かなくなりました。弟は強い姉なら心配いらないと思い、連絡が途絶えたことをそこまで深刻に捉えてはいなかったといいます。これまでの大林さんのたくましい生き方を知っていれば、そう思うのも不思議ではありません。しかし現実は、大林さんは自立心が強く、周囲に頼らないだけで、その生活は決して楽ではなかったのです。クリスマスカードが途絶えた頃には、東京都杉並区のアパートに住んでいたといいます。大林さんは50歳前後の頃から、その明るく話し好きな性格を生かし、業務請負や業務委託の仕事を斡旋する都内の会社に登録をして、試食販売の仕事を多く受けていました。この仕事は性に合っていたのか、その実力が評価され、食品メーカー側から指名が入ることもあったそうです。ただ仕事内容がやりがいがあってよくても、大林さんにとって厳しかったのは、短期契約で仕事が不定期であるという点でありました。この当時、日払いの仕事での収入は1日7000円ほどであったといいます。単発の日雇いの仕事ということもあり、仕事が入ったと思っても当日キャンセルされることも多くありました。しかしキャンセルに文句をつけると、仕事を回してもらえなくなるという状況で、泣き寝入りすることも多かったそうです。大林さんと同じ仕事場で働くこともあった女性からは、その厳しい生活を表すエピソードが語られていました。ある日、女性が駅の近くで大林さんを見かけると、大林さんは紙切れをひらひらさせながら女性のところに駆け寄り、次のように話したというのです。税金の支払いを貯めてしまって、延滞金を請求されているので少しずつ払ってるんです。今バイト代もらったからコンビニに払いに行ってきます。おどけるような口ぶりでしたが、その話の中身は生活の苦しさを如実に物語っていました。実際に大林さんは登録会社の窓口で、あれもこれもキャンセルされて、もう生活できませんと訴えたこともあったそうです。
それだけのギリギリの生活を送りながらも、大林さんは納税の義務を果たそうとしていたのです。大林さんは少なくとも3社に登録して仕事を掛け持ちしており、ずっとフル回転で働いていたそうです。どれだけ忙しくても怠けることもサボることもない人でありました。それでも生活を維持できるかどうかギリギリの綱渡りを続けていたのです。そしてついに大林さんの身なりに変化が現れたのが2017年のことでした。キャリーケースを携え、ウエストポーチを身につけて、ジャージ姿で給与を受け取りに来る姿が見られるようになったのです。当時住んでいた杉並区のアパートの家賃を滞納するようになっていた大林さんは、ある日突然鍵を変えられて部屋に入れなくなったそうです。荷物は外に出され、住む場所を失った瞬間でありました。それでも大林さんは周囲にお茶目にアパートを追い出されたんですふふと話していたそうです。ただ住む場所を失ったため、この頃から公園やインターネットカフェを転々とする生活を送り始めたのではないかと思われます。しかし大林さんはそこで弱音を吐いたり、人を頼ることはありませんでした。仕事を増やしてもらえるよう登録先の会社と交渉するなどして、自力で生活を立て直そうとしていたのです。すでに60歳を過ぎていた大林さんですが、東京、神奈川、千葉、埼玉と毎日違う場所に出向き、7時間半から8時間半といった長時間の立ち仕事を続けていました。住む場所を失いながらも懸命に働き続けて自立をしようとしていたことは間違いありません。自分の力でなんとか生活を安定させようと、弟や自治体などにも頼らず奮闘し続けていました。どんなに苦しくても試食販売の仕事は大林さんにとって人とのつながりを持てるものであり、生きがいであったのかもしれません。そして2020年1月頃に、大林さんは東京都大田区のスーパーで乳酸菌飲料の試食販売を担当していたことがあったそうです。この時試食台に来て何度もおかわりする男の子と、いい加減にしなさいと男の子を引き離す父親の姿がありました。男の子は試食台から離れていく時もずっと大林さんに手を振り、大林さんも男の子の姿が見えなくなるまで笑顔で手を振り続けていたのです。お客さん、特に子供とのこうしたやり取りを大林さんは心から楽しんでいました。しかしそれからわずか1ヶ月後、2020年2月に杉並区のスーパーで試食販売の仕事をしたのを最後に、大林さんは仕事を辞めざるを得なくなりました。世界的に流行した感染症の影響で、お客さんと対面をする試食販売の仕事が激減したためでありました。そして大林さんが誰にも迷惑をかけず、一人ひっそりとたどり着いた先があのバス停であったのです。2020年11月16日午前4時ごろ、大林さんはいつものようにバス停で体を休めていました。その大林さんの姿を目にしてしまったのが、散歩中の吉田であったのです。吉田によると、ボランティアでのゴミ拾いのためバス停にいる大林さんが邪魔だったといいます。どうしてもどいてほしいと思った吉田は、事件前日にも大林さんにお金をあげるからバス停からどいてほしいと頼んでいたそうです。しかし大林さんは吉田の提案を断り、この大林さんの返答で吉田は痛い思いをさせればいなくなるだろうと恐ろしいことを考えたのです。事件当日のこの日、吉田は大林さんの前を何度も通り過ぎていました。手にしているレジ袋にはペットボトルが入っていて、歩いている途中で飲んだために中身は減って軽くなっていました。すると吉田は大きめの石を拾ってレジ袋に入れると、大林さんの方へと向かっていったのです。そしてその重くなったレジ袋をいきなり大林さんの頭めがけて振り回し、事件は起きてしまいました。頭部に打撃を受けた大林さんはベンチからずり落ちて仰向けに倒れてしまったのです。吉田は大林さんを放置して逃走し、約1時間が経過した頃、ようやく通行人によって大林さんが発見されました。そして警察は防犯カメラの映像から容疑者の割り出しに成功しましたが、その前に吉田が出頭してきたという経緯でありました。被害に遭った大林さんの所持品は、着替えが入ったキャリーケースとウエストポーチの2つだけであったそうです。ウエストポーチの中には期限が切れた運転免許証と契約の切れた携帯電話、それに親類の連絡先が記された名刺サイズの1枚のカードが入っていました。そして現金は5円玉1枚と1円玉3枚の8円だけであったといいます。大林さんはこの所持品で人に迷惑をかけないよう助けも求めず生きていました。吉田はそんな大林さんを邪魔だという理由で殴っていたのです。
逮捕後に吉田は取り調べでこんな大事になるとは思わなかったと説明をしていたといいます。そして傷害致死で起訴され、初公判の日程は2022年5月17日と決まりましたが、裁判が始まる前の3月に吉田は保釈されていました。その保釈中の4月8日、事件は思わぬ展開を見せたのです。吉田が自宅近くの路上で倒れているのが発見され、帰らぬ人となったのです。近くの建物から飛び降りたようで、吉田は事件について裁判で詳しい話をしないままこの世を去っていったのです。結局吉田は刑事責任を課せられることもないまま裁判は終結することとなったのです。また最後まで遺族に謝罪することもなく、なんとも後味の悪い結末となりました。苦しい状況に追い込まれても自立心を持ち続けた女性が邪魔という理不尽な理由で命を奪われたこの事件。あなたは辛く苦しい時、誰かを頼ろうと考えるでしょうか？それとも一人で頑張ろうとするでしょうか？大林さんは誰にも助けを求めることはなく、路上生活をしていたことなど弟や同級生たちは事件後に知ったといいます。その一人で頑張る強さは素晴らしい一方で、大林さんのような人にこそ知人や自治体を頼ってほしかったとも思います。景気が不安定になる中で日々の生活に苦しむ人は多くいます。また大林さん自らを重ねる人や、なぜ救えなかったかを自問自答する人も多く見られたそうです。事件から1年経っても現場に花が絶えなかったことからも、人々の心を大きく揺さぶった事件であることを表していました。そして大林さんの遺骨は弟が引き取り、地元広島の納骨堂に納められたといいます。同級生らは大林さんの遺骨に向かっておかえりと声をかけており、大林さんが周囲から好かれていたことも表していました。懸命に生きる人を守り助けられる健全な社会であってほしいと強く願いたくなる悲しい事件の一つとなっています。大林美佐子さんのご冥福をお祈りいたします。